つまり過去のパターンを変える、記憶を変えるってことですよね。それをすれば性格がガラッと変わるってことなんですね。まあ一番最初にお話しした、例えばとっても怒りっぽいお父さんがいる家、そこでずっと暮らしていますっていうね、そういう方もご自分のその、まあ、根っこですね、木でいうとその根っこと幹、この辺りを変えるとお父さんが変わっちゃいましたっていうね、そういうことが起こりますよってお話したんですけれども、それって他人を変えたっていうことでしょね。でその他人を変えるっていうことがコミュニケーションでやるのではなくて、ね、コミュニケーションある意味必要ないんですね。ですから何か言ってお父さん変えたわけでは全くないわけです。そうではなくって、この、まあ、過去の反応の仕方を変えてるんですね。この幹とか根にあたる脳の古い部分の記憶を変えて反応の仕方を変えてるんです。そうするとパターンが変わる。でパターンが変わると現実が変わるんですよ。これすごいと思いませんか。まあ、逆に言うとね、まあ、ここだけの話ですけれど、この世界、ね、どんなことが起きてますか、まあ、自分にとってねこういうことが起きてますっていうこと、これがですね実は自分の潜在意識から生じていることだっていうことですね。これ不思議でしょ、ね、この仕組みを一番最初に、まあ、見つけ、そしてその仕組みを全部理解した理論があるから、それに基づいてフラクタル心理学はできたんですよ、ね、ですからまず現象を理解した上でこの心理学ができてるってことなんですね。これはね本当にね全部自分の人生の、まあ、これから起きることが変わっていく、つまり運命が変えられるっていうことなんですよ。これちょっと内緒にしたいかなっていうねところもありますけれど、運命って変えられるんですね。それ考えたことありましたか。運命変えられる、ね、ということでフラクタル心理学っていうのは最終的な目標は運命を全く変えるってことです、ね、自分が運命を変えられるんですよ。だって自分が作っている現実だからっていうことで、こんなね面白いことないと思いますね。ですからちょっとねまだよくわかんないなっていうことはあるかもしれませんが、早くやったものが勝ちです。早く始めれば早いほど運命を変える時間が少なくて済むからです、ね、ということでね、ぜひこれねおすすめしたい。